皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回も月末にかけて活発な配信をしている、ジョセフさんの予言を3回にわたってご紹介します。2021年9月21日の予言。皆さんこんにちは。私の名前はジョセフ・ティテル、またの名をスピリットマン、愛と光と真実と予言と予知の伝達者です。今日は2021年9月21日、そして今日私たちは満月と満月の間にいます。満月からまだ24時間も経っていません。欠けていく月のサイクルに入っています。魔法の22の数字の1日前、その22日目は今年の秋分の日と重なっていて、ここ北半球の秋分の日で、南半球では春分の日です。南半球ではここと正反対になっています。多くの人はこのことに気がつかずにいますが、このことを覚えておくことは重要です。明日は22日、秋分の日で24時間に突入している下限の月のサイクルは満月になるとすぐに始まります。このサイクルは、肉体的にもエネルギー的にも感情的にも物事をクリアにして手放すことが目的です。そして26日には水星の逆行の前段階に入りますが、他の5つの惑星がまだ逆行しています。これから激しい時期に突入します。しかし、同時に彼岸や満月、下限の月など、非常にパワフルな時期でもあります。水星の逆行は、肉体的、エネルギー的、感情的に物事をクリアにする助けにもなります。ですからこの時期は、クリアにしたいこと、排除したいこと、それが習慣であろうと、中毒であろうと、パターンであろうと、何であろうと本当に集中してください。屋根裏を片付ける、クローゼットを片付ける、ガレージを片付ける、などなど、私はいくつかの新しい予測を得ました。いくつかの新しい予測ですが、世界で起こった混沌とした出来事は、それが天候に関係するものであれ、狂った人々に関係するものであれ毎月11日、22日、29日の前後に起こります。常に背後にはイルミナティやルシフェリアンの影響があり、彼らはこのエネルギーを利用しようとしています。彼らが今それを利用しているように感じます。エネルギーと白と黒の戦いを感じることができます。その強烈なエネルギーが強まっているのを感じます。だから夜眠れないのです。そのことに気づいていますか？いつもよりたくさん夜中に起きたりしていませんか？敏感な時期でもあります。私たちはそれだけでなく、冬至へのサイクルにも踏み出しています。冬至のサイクルに入るだけでなく、実際には彼岸のサイクルにも入るのです。私たちの世界と、先祖や愛する人たちがいる精神世界とを隔てるベールが薄くなり始めます。この時期は本当に薄くなり、それが最も薄くなるのはもちろん10月31日です。このようなことが起こっているのです。ベールが薄くなっていく。そして水星の大逆行が始まります。これについては10月の最初のビデオで、あるいは10月に入る前にお伝えします。さて、まず皆さんが話題にしているのは、カナリア諸島で噴火しているラパルマ火山についてです。私は火山活動に関連したことを予測していました。人々は心配して恐怖心を煽っているのです。これは本当にとても重要なことでメディアがやっていることです。これはメディアがあなたの思考や感覚の恐怖をコントロールしようとしているのです。一流の気象学者たちは、火山が壊れて滑り落ち、新たな津波を引き起こすという考えについて語っています。確かに可能性はありますが、そのようなことは滅多にありません。数年前にハワイで起きた火山の噴火と、その時の GPS を見てみると火山の半分が消えて海に沈みました。確かにこれが津波を引き起こす可能性があり、闇の者たちはそれをしようとしているのです。
映画、2012、や、ザ・ラスト・デイ、では、ニューヨークの街並みや津波などを映し出しています。これが彼らの準備の様子です。コメントにある多くの質問にお答えしますと、私は津波や高波がこのように引き起こされるとは信じていません。私が見たビジョン、そして津波についてのビデオを詳細に振り返ってみると、それが起こることはわかります。でも私は火山の噴火による方法で起こるとは思っていません。それは偽旗であると信じています。彼らは津波や高波を起こすために隕石や彗星の衝突を利用するのではないかと思います。そしてそれがまだ来るとは思っていません。そのための時間はあります。数年、もしくは最も早くて来年でしょう。そしてそれはグレートリセットと共にやってくるでしょう。この期間夢に注意してください。今多くの人が眠れなかったり、一晩中何度も起きたりしていると思います。それがエネルギーです。何かプロジェクトを見つけて、もっと歩いたり運動したりして、もっと安眠できるようにしてみましょう。火山の他に話したいことは、今年と数年前に私が行った予言についてです。聖書や啓示の書に書かれている予言でもあります。それは水が赤くなっているというもので、私たちはこれが起こっていることを知っています。フロリダでもこの現象は見られたし、様々なところで見られています。これがどれほど重要なことか、私が考えていたよりも、実際にはもっと大きな規模で起こっています。私はこれが起こっていることを知っていたし、これが予言の中にあることも知っていました。これは非常に大きな出来事です。これに関連したクリップを少しだけお見せします。これをご覧になると様々な事柄が見えてきます。イスラエルの川が赤くなったのは最近のことで、またしても起きてしまいました。これはよくあることではありません。特にこの映像に出てくるような場所で起きているのは珍しいことです。世界中で非常に大きな規模で起こっています。再度言いますが、最近ではイスラエルの運河が赤くなっています。これらの写真を見ると、海や飲み水が赤くなるという予言の内容にぴったりと関連していることがわかります。水が血のように赤くなったり、血に変えてしまったり、と啓示書の一部に書かれています。それからあなたはこのような予言を自分で解釈しなければなりません。それは本当に大切なことです。アメリカで起きていて、ロシアでもイタリアでも、フランスでも起きていることです。これらの川はすべて海につながっています。川やクリークは地球の血管で、水は地球の血であり、海はすべての栄養源であり、心臓です。そこにすべてが吸い込まれていくのです。これは予言で、あらゆるところで起きています。これからこの予言について正確な予言をお見せします。これは本当に本当に重要なことであり、予言の正確さを示すためにこの予言を見るのは必要なことです。今日これらの予言を読んでみると、いくつかは読んでいるうちに明らかに起こったことのように思えてきています。これはオープンバイブルのウェブサイトから引用したものです。ヨハネの黙示録8章を見てみましょう。第二の天使がラッパを吹くと、火で燃える大きな山のようなものが海に投げ込まれた。海の三分の一が血となった。これは間違いなく火山だと言えるでしょう。考えてみれば。大きな山の火山が火を吹いているようなものだ。火山が海に投げ込まれる。これはまさにラパルマのようだ。海が赤くなるのは、溶岩が煮えたぎっているからでしょう。ヨハネの黙示録16章3節、第二の天使がその鉢を海に注ぐと、海は死体の血のようになり、すべてのものが死んだ。私は神殿から7人の天使に伝える大きな声を聞きました。言って地に注ぎなさい。神の怒りの七つの鉢を。第一の天使が言って、地の上にその鉢を注いだ。獣の印を持ち、その角を拝んだ人々の上には、有害で痛みを伴う傷ができた。このことについて考えてみてください。
獣の刻印については、これまでにもお話ししてきましたが、それが何であるかはわかっています。獣の印とは、あなたの安全を守るため、と言って彼らがあなたの腕に注入しているあれです。第二の天使は海に向かってその器を注いだ。それは屍の血となり、海にいた者はすべて死んだ。第三の天使は川や泉にも器を注いだが、それらは血となった。彼らは空を閉ざす力を持っていて、雨の降らない日に雨が降るかもしれず、彼らの予言の日に雨が降らないかもしれない。なぜなら、彼らは自分たちの予言、イルミナティカードを書いているからです。そして彼らは水を血に変える力を持ち、望むだけあらゆる種類の疫病を地球にもたらすことができるのです。彼らは今何をしているのか、去年から何をしているのか、この予言を見れば一目瞭然でしょう。第二の天使がラッパを吹き鳴らすと、火のついた大きな山のようなものが海に投げ込まれ、海の三分の一が血となり、海の生き物の三分の一が死んだ。黙示録16章4節を見ると、天使が泉の川に蜂を注ぐと、それらは血となった。これらはすべてはあるレベルで起こっていることです。この啓示が火山であり、火山活動であることは間違いありません。自分で調べてみてください。実際にどのように起こっているのか、間違いなくそうなのか、と、もっと正確に予言されているものもあります。いかがでしょうか？またまたコメント欄が荒れそうな予言です。まだ続きますので最後までお付き合いください。ワンダーウォールのアプリがリリースされました。iPhone は App Store で、Android は Google Play でそれぞれダウンロードできます。最初の1週間は無料で動画が見放題です。週に3本ここだけの動画が見れますのでぜひダウンロードしてくださいね。概要欄にリンクがありますのでチェックしてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。